行くぞ。鬼殺隊、その数およそ数百名。政府から正式に認められていない組織だが、古より存在していて今日も鬼を狩る。しかし鬼殺隊を誰が率いているのかは謎に包まれていた。鬼、主食人間、人間を殺して食べる。いつどこから現れたのかは不明。身体能力が高く、傷なども立ちどころに治る。太陽の光か特別な刀で首を切り落とさない限り殺せない。鬼殺隊は生身の体で鬼に立ち向かう。人であるから傷の治りも遅く、失った手足が元に戻ることもない。それでも鬼に立ち向かう。人を守るために。わしは育てだ。文字通り剣士を育てる。鬼殺隊に入るためには藤笠根山で行われる最終選別で生き残らなければならない。最終選別を受けていいかどうかはわしが決める。俺は今日も山を下る。最終選別で死なないために鍛え抜く。991、今日は刀の素振り。今日はというより最近毎日素振り。山下りの後腕がもげそうなほど素振り。あと500追加。全集中の呼吸？そうだ。そして10ある水の型すべてをお前に教える。上半身はゆったりと、下半身はどっしり構える。よし、呼吸。違う。次、肩。はい、こうですか。違う。こうですか。違う。こう。違う。こう。違う。腹に力が入ってないって怒られて、お腹バンバン叩かれる。それから禰豆子が目覚めなくなって半年経つ。鱗滝さんがすぐ医者を呼んで見せてくれたけど、異常はなくて。でも眠り続けるのはおかしい。怖かった。朝起きたらコトンと死んでしまっているんじゃないか。そう考えない日はない。you